出たのか。来てたか。はないだろ。いや、君に会えてちょうどよかったんだよ。今夜はね、君に奢ってやることがあんだよ。こいこい、お勘違いの森じゃ。さぞ明日が川かろう。バカ言うなよ。おじいさん、すまねえが、私どんなことんでくれ。はいはい、今日はご機嫌ね。年末桜は明日の新たて猪鹿地方は親の儲け。皆様にしておでかけになるならば1月の末が3月の桜か。8月の月か12月の霧か、思考して11月の雨の時効に心得ときやがら。何だそれは。巡年出生のおめでるさん、これ。 Thank you.
大事に持ってんの？大事ってことないけど。あんた、あの人好きなんじゃない？いないよ、あんなペラボロなんか。でもなさそうね、その大事にしてるとこ見ると。いや、あの紅子さん、そう言うけどね、あの人、私が舞台に出てまだろくに足の相方も知らないから、実際に声かけてくれた人なのよ。それからってもの、毎日のように来てくれて。おやおや、おのろけ。え、そんな好きとか嫌いとか言うんじゃなくて、やっぱり気が惹かれる。それがそもそも恋の始まり。いや、やかしや、もう知らない。電話くれてるわよ。ほら、これかい問題の花。メイコちゃん、焦げてんのよ。知らない、知らない。ぼかし男ってやつだと、つけむいのついたのかい。いや、何も。まあ、君もごひいきやついて、だんだんと売り出せるってわけだ。しっかりやんだね。ええ。小杉君、ちょっと。はい。何？ペラボロなんかに騒がれていい気持ちになっちゃダメだぜ。ええ、分かった。こんなところで来る男なんてね、ろくなやついないからね。だってだんだん大人の恋をするのもいいだろう。でも相手を見なくちゃいけないぜ、相手はな。女は一遍崩れたらそれっきりだ。ありがとう。分かったね。じゃあ。何話してたの？忠告してくれたのよ。いい人ね、山上さんって。本当にお兄さんのような気がするわ。兄さん、恋人って言いたいんじゃないの？バカだ、紅子さん。本当？ご覧なさいよ。でも私なんかダメなの。どうして？どうしてでも。あんたなら大丈夫よ。あんたまだ娘なんだもの。私なんかダメ。なんだなんだ、こそ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 。どうせやいか、叱らんぞ。さあ、天下の珍藤井様の問いだ。邪魔だ邪魔だ邪魔だ。何じゃねえその顔は。ちょっとおじさん。これはおかしい。玲子ちゃんをちょっと呼んでちょうだいな。はい、君。まあ、おいしかったわね。玲ちゃん。マダム、体空いた？うん。ちょっと家まで帰っておくれないか。ええ、いいわ。ちょっと待っててね。着物帰ってくるから。こっちから行こうよ。すっかり大人になってしまったわね。いやよ、マダム。本当にさ、ダンスは上手くなったし、体はできたし、人気は立ってきたし。あら、人気ってことなく。評判いいわよ。こうなると、つまり大部屋に動けてるではないわね。だってどうにもならないでしょ。それがさ、あんたさえ出世するつもりなら、明日からだって偉くなれるんだよ。そうかしら。そうだと思う。この説は一にもかね、二にもかね。お金さあら、芸なんかどうだって、トントン拍子に出世できるんだもん。だってそのお金はどこにあるの？だからさ、お前さんさえそのつもりになればわけはないっていうのさ。よお待ちどうさま。連れてきましたわよ。レイちゃん、この方知ってるわね。ええ、楽屋で一二度お目にかかったことがあるわ。あんたにね、ご飯をごちそうしてくださるんだって。そう？そうだね。嫌かね。レイちゃん、二階って着物着替えておいでよ。洋服がいいよ。ええ、急いでね。はい。変えさせなくてもあのままでいいじゃないか。だって汚いんですもの。それもそう。どうぞ。あ、
ねえ半田様、着替えをちょっと手伝ってきますから。はい。じゃないの、早くしてくれなくちゃ。何そのそっぷりったら。ねえ礼ちゃん、よく考えてくれなくちゃ困るよ。第一この洋服だって、そこにあるたくさんの着物だって誰がこしらえてやったんだい。ホットデーの田舎っ子上の駅から連れてきてやってさ、誰がオペラの役者に仕立ててやったんだい。そこんとこよく考えてもらいたいね。言いたかないけど、お前さんの体にはずいぶんお金をかけてやってるんだよ。ねえ、本当に親身になって考えてるんだよ。分かった。さあ、じゃあ早く片付けて。あ、そのままでいいよ。後で片付けてあげるから。さあ、どこの家にするかな。いや、例のあの宮津桜のあの家では。今日は顔を知られすぎていていけないな。おお、ちょっと。お待ちどうさまですね。すいません。よう、これはきれいきれい。え、何が食べたいね。なんとか言いなさいよ。名藩様、早い方がようござんすわ。ああ。ごゆっくり。じゃあ行くかね。あ、うん、あや、先生、こんなとこにグズグズしてて困るな。舞台やな。はい。小屋帰ってなさい。佐々木君、君は相変わらず野暮てんですな。ただご飯を食べさせようというだけなんだよ。それも君が…いや、おじいちゃんありがとう存じますが、今夜は行けません。何先生、とにかくこれは私に預けられた修行中の子ですからな。寝泊まりまで私の家でしているような塩梅で。でもね先生、この子はまあうちの子と同じことで、それを親が許すんですから。立派な親だ。給料の上前跳ね、無駄な着物を腰割りさせて借金で縛る。なんつって。まあいい。とにかく今日は師匠として私がお答えします。師匠、舞台が大切ですからな。舞台が、舞台が大切。それから半田さん、お断りしてきますがな、これからはうちの楽屋へは出入りなさないようにしていただきますよ。一座の責任者としてお願いしておきますよ。最高。畜生、なんてやつで、たかが公演の役者のくせしやがって。困ったやつだな。あれでことを壊すんですよ。なまじ大学なんか出たんで、手に憲兵室なんですよ。いや、どうせ公演じゃないことはね。やろう、叩きのめしてやるかな。若い者見つけて、片腕にふさふさにしてるか。やってるか一番。さあ大将、え、いいかね。よく見てくれよくね。ほら、種も仕掛けもないんだよね。ね、ほら、当たりがあって外れがね、ちょろまかせのちょろまかせ、50点が1円50銭とね。ほら、ね、50点が1円50銭で、1円が3円、でんでんバラバラ、でんバラバラと。はい、どうだい。え、お大将、考えることないよね。販売なんだ、50点が1円50銭ね。よ。あんでもやらないのか、やらなくて俺蹴っちゃうぞ。ね、やんなよ。ね、ね、わけがないもの。ほら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 、これだよ、これだよ。ね、ね、わけねえんだよ。わけねえ、蹴った。待ってくれ。君、見たぞ。なるほど。何を見たの。しらばくれたってダメだ。何を言ってやんで。おい、ちょっと待ってくれよ。おい、待たねえのか。人違いじゃないのか。人違いなもんか。俺はちゃんと見てたんだぞ。なあ、返してやれよ。あんなことの我慢するなんてかわいそうだと思わねえのか。なんだと。じゃあ何か、俺がもさったととも言うのか。そうだよ。しらばくれんなら交番行こうか。おう、ペラコロ、てめえ何か俺にケチつける気か。ん、おめえ俺の面知らねえのか。君の顔は知らないけど、君のやったことは知ってるんだよ。
ほら、あいつあそこで何も知らないでいるじゃないか。な、帰ってやれよ。うるせえ。おう、小僧、ちょっと来い。行く必要はないよ。返してやれ。おめえには専属町の戦吉がまだわかるのか。え、ふざけなくて。おう、ポッととねくせにな、あまり連行のさばるなよ。俺はドラゴルだが、戦吉派だよ。なんだと。なんだよ。よせよせ、戦吉。いや、こいつは山下に止めないでくれ。よせよ。なあ、多いな相手じゃ君の顔にかかるよ。いや、いけねえ、癖になる。まあまあ、相手にするだけ君の恥だ。な、今夜だけは山下の顔を立って見逃しちゃってくれ。この通りだ、頼む。しょう、犬積み上げの野郎だ。じゃあ、あんたの顔を立てましょう。すまね。つけろよ、余力だわ。しょせえ野郎だ。あんた、山上さん。日本座の山上七郎さん。うん、どうもありがとう。感謝します。ペラゴロのくせで一秒まであんまり忘れて知らないんだな。そうでもないんだがな。いや、千吉知らないじゃダメだよ。おっ、来てきた。おい、千吉、どこ俺でしたんだい。いや、体は。何や、これはどうもだよ。福松での茶子を散々探したじゃねえか。すいません。そうしたかったんですよ。欲の吹けやろじゃねえ。日焼けの打診ってことやら。例の半田さんから頼まれたことな。ええ、バンバンしよう。また後でな。じゃあ俺は客席で見てな。山上さん。いや、商売はどうだい。ちょっと話がある。また私のハートを打ってちょうだいよか。そんなのんきなんじゃないのよ。動かすなよ、悪いくせだ。大変なことになりそうよ。どうしたんだ。電気がね、福松やタコと一緒にあんたの会に申し込んでたのよ。何しに。
今までここで道路回ってた話じゃね、佐々木先生の豚は引っかきます魂胆らしいのよ。何先生を矢尻飛ばして豚に立ち往生させるんだって。何だってやったら先生人間を付き合うんだ。さあ話の様子じゃとすきなってばね、あそこの差し金らしいのよ。まあとにかく行ってみよう。よく教えてくれ。ありがとう。あ、山上さん、あんたやるの千吉福松太郎の作品だけだな。本当にやるの？まあその時次第でね。ちょっとあのね、お守り持ってってよ。なるだけやらない方がいいわ。悪さをしに来てる。佐々木先生、トスキナの差し金らしい。まあ、大平の。なんか訳あんのかい？きっとそうだわ。それは私のためよ。え？君のため？さあ、息づいた。いいね、みんな。いいよ。ああ、君、息づいてダメだろ。え？さあ、ついてる。そこは何だい、君、そりゃ。え？ダメじゃないか、それじゃ。トスキナの夫婦がね、私も客を取れって言うのよ。君にか？明日のためだ。あんだ。手伝いに昨夜危ないとこ佐々木先生が電話してくださったの。そこで千吉なんかよかしら。
せえぞ。おもらいにしよう。やかましい。金を。いいな、ほら。それがあります。泣きつくな、うちでやってくれよ。まあ、いやよ。よせ。ヘルスライドではよせ。ステッチは、下痢じゃない。これでも、下痢からなんだ。ほんまかいな。何やら、誰だ。邪魔して、よせやれや。出てこい、ジェン。僕たちの舞台は水物じゃありません。芸術だ、芸術わからんものは出てきてください。無茶ですよ先生、あんたはそれで気が済むでしょうが、この訓練はどうします。要するんですね、それは動いてもので君一人の一座ではあるまいし、中止手はないだろうな。君なんと言っても出ないと言ったら出ない。いやそれは絶対にいかん。先生今更そんなこと言っちゃ困るやん。出ないと言ったら出ないんだ。いや弱るな。みんな向こう行ってらっしゃい。マリア、お前も帰るんだ。支度しなさい。イエス。帰るんだ。イエス。私は残ります。この調子には私の出し物ですからね。亭主の言うことは聞けないのか。わがままったら、そんなわがままってあるのですか。いいわ、相手は私自分でめきますから。勝手にしろ。先生、まあそう、先生、奥さんもこうおっしゃってるんですから。マリエ、ね、帰れ。嫌です。よし。ねえ、君自分のことは考えないで、この一段のみんなのこと考えてくれ。ね、行こうと思ったんですけどね、もっと時間が早いんで。ご迷惑ですか。いいえ、でもご苦労様ですわね。いや、それはこっちの勝手ですからね。この後山上さんに紹介された時にね、これから玲子さんのナイトになって身を守ってやってくれって言われたんでね、その言葉をできるだけ実行しようと思ってるんですよ。すいません。いや、僕の方こそ。時間はまだあるんでしょ。え、十分。そうですか。先生と奥さんはもう仲直りしたんですか。ダメね、ますます悪いの。先生お気の毒よ。いや、いけないな。奥さんはもう少し優しくしてあげりゃいいんですけど。じゃあ先生は当分舞台出ないですか。小屋の人も喧嘩しちゃったしね。それにマリエ先生はお金儲けのことばっかり考えてるし。寂しいもんだな。妻マリエって言えば立派に芸術家で通ったのにな。くさくさでも生まれちゃ誰だってすさんでくるわ。だけど君は大丈夫だよ。私、そうかしら。僕は断然そう思ってんな。あ、来たない。ちょっとこれ仕掛けない。どうしたんでしょうね、玲子ちゃん。
ある自分なんですけどね。ねえ、ベンちゃん。ねえ、ベンちゃん。私ちょっと半田さんとお話しなんだ。ねえ、半田さん。例の劇団の話ですけど。しかし、その前に、レイコを何とかしてくれなくちゃ。それは大丈夫。私に任せてくださいよ。あの子に後好きなの夫婦でさえ手を焼いたんだからな。任せておきなさいって。それがほら、さっきの劇団の話ですけどね。あなたさえまとまって出してくだされ、私は福祉のものをまとめて旗をあげますわ。一応お届けします。そりゃ出しますか。しかし、その前に。任せておきなさいって、その話は。ロングロングウェイトティープティープ。あれ何してんだ。来てんのよ。また本当の野郎か。ええ、やれやれ。まあいいや、俺たちの部屋に来なよ。ええ、帰れよ。何してんだ。こいつ山下に照れたやな、柄になって。あら、ひどいわ。知ってるぞ。そんなこと言うなら入るわよ。入りますって。よう。ごめんなさい。すまねえな、親切にしてくれて。何を言ってんだよ。つまらねえで言うね。つまらよ。おい、おい、おい、半田の野郎がまた来てるそうだぜ。半田野郎引っ張られてるから。やるやせやんなうな。何でしょう、いっぺんやってやるから。ゆっくり固めてやんなよ。原骨の定期預金か。こいつ新しいや。笑いもんじゃねえ。どう具合は。今日はバカにいいよ。おい、みんな、見ろよ。良さそうだろう。なあ、いいだろう。おお、見てみろ。今より元気がいいぞ。ちょっと良くなったよ。田中さん、やったもんか。いやいや。いや、いいんだよ。じゃあ、ちょっと今度。私は取ったんよか。うん、いいよ。映るといけねえや。大丈夫よ。
おい、お前顔なんか取っていいのか。いいって、俺だってひげぐらい当たれら。おい、みんな歌えよ、歌ってくれよ。お前さんだっていつまでも子供じゃん。その辺のことは聞き分けてくれなくちゃ困るわね。ないさ、昼間はうんと言ったくせに。またホテルのかい。私はね、ホテルことは大嫌いなの。どうして見合うの。師匠のお忘れって言うの。行きますわ、私。やっと分かったのね。お前さんだって偉くなれるね。ね、分かったね。声の連呼だ。ベンちゃん、私うち帰るからね。お前さん、ほら、宮園の裏のうち分かってね。あそこ連れてってやっとくれ。なのクレコみたいなトーマじゃないんだからね。ベンちゃん、頼んだよ。お待たせしました。そんなに泣かなくたっていいじゃないの。あんた本当に好きなの。そんなに半沢嫌いなのに。わかるわ、わかるわ。玲子ちゃん、あんた行かなくてもいいわ。あんたみたいな可愛らしい子、私だって行かしたくないわ。ねえ、私だけ行って、なんとかごまかしてあげるわ。そんなことできる。きっとどうにかしてきてあげる。なんであんな男。いいの、あんた。どうせ私は汚れた体なんだもの。レイちゃん。この浅草であんたから強く生きてね。強く。そして何度も山上さんに相談するといいわ。山上さん。あの人は善意派よ。親切よ。男よ。きっと何とかしてくれるわ。私ね。ないですね。本当は出る前からあの人に戻ってたの。でもダメ、あの人に愛される資格なんかとっくの昔になくしちゃったんだもの。そんなことないわ、紅子さん。もういいの、もういいからなの。どうしたんだ。ベンちゃんが言ってしまったのよ。ベンちゃん、ベンコンはどこへ。私の代わりに。代わりに。俺たちは縁があって集まった同士なんだ。追加してくれ。これからも頼む。この子を助ける方法を考えてくれ。まあそうじゃないか。この子だけの話じゃないんだ。こんな汚れた小屋の中にこういう仁義があるってことを示すためなんだ。なお、それなら筋は通る。なんとか考えてくれ。そうだな。何よりこの子を逃がさなくちゃいけない。それが一番だ。しかしその行く先だ。そうだ。俺はご覧の通り楽屋住まいだし。香取、
君の下宿はどうだ。ダメだ。うちの家に連れてきてんじゃまるで狼の穴だ。とんでもないことになる。俺んとこはかみさんが焼きもち焼きでおしゃべりと来てんだろ。よかったな。こりゃ自分の体さえもうちが使ってるんだし。どこにだ。おお、待てよ。バカじゃない、俺たちの石なんだ。でも紅子ちゃんまだ。なんだよ紅子か。もうあいつのことは心配いらねえよ。あいつは海鮮山線だもん。でもあの人は。おう、ハル。こんばんは。何してるんです。紅子ちゃん、こんなにお人形たくさん取ってきたよ。ただ、ああ、何もう当たっちゃってね。ポカ長、君の下宿どこだっけな。本郷根津だよ。そうか。どうだろう。もういいだろう。あの辺なら分かるめ。ポカ長、それ頼みがあるんだ。なんだか怖いな。レイコちゃんだがね、しもち君の下宿預かってくれないかな。レイコちゃんを。冗談でしょ。いや、冗談じゃない。本気の頼みなんだ。うん、突然で腑に落ちまえがね、事残りは手伝い人の判断の野郎だ。あいつがマリアちゃんを買収して、金と力で玲子ちゃんを征服しようってんだ。判断の野郎がね。で、とりあえず避難させようってんだが、差し当たり君とか一番良さそうだ。こいつは誰には気がつくまい。の。だけどな、実は、先月分の下宿の払いが溜まっちゃってるんだよ。とてもお客様を連れてくるとこじゃないんだ。僕一人だって出されそうなんだよ。いや、玲子ちゃんの分はこっちで出した。ところが、その前に、僕の先月分が。じゃあ、一番いいのは、君の借金を決済することですね。それが何よりなんです。いくらです。100円もあればいいんですね。よければ、明日中に届けましょう。いや、よしてくれ。一出して一番日の浅い君に、金さんの迷惑までかけたくないよ。いいってことだ。じゃあ、打ち明けるかね。僕はこの興行限りでドローン振ってみる。ドローン？うん。関西で進撃運動を起こしているやつが、ぜひ来いって言ってきてるんだ。だから、明日はここで100円前借りして、それからドローンを決める。どうだ、悪いか、この手は。本当に関西行くのか。行く。100円に関わらず、行く決心だ。よし、甘えよう。ポカ長、頼んだぞ。うん。さあ、レイコちゃん、すぐ出かける。ぐずぐず来てる時じゃないぞ。早くしろ。本当だ、早くした方がいいよ。我が家のとこ持ってかなくてもいいか。そんなものいらないよ。俺も明日の朝きっと行くからね。大丈夫だ。もしもし。そうです。マリエ、ちょっと待ちください。マリエ、お前のとこだ。はい、お待たせいたしました。なんですって。ふざけたまねよせよ。ベニカみたいなすれっからしよこせよ。あって、あんな女ごまかされるかい。投げんね。そんなはずありませんわ。まだ楽屋にいるんじゃないでしょうか。楽屋も探した。どこにも追いやせ。そちらに隠してあるんだろ。いいえ、こちらにはおりません。じゃあ、とにかく私出かけます。すぐ行きます。ごめんください。ピザ
早もないもんだ。おめえ隅に置けねえぞ。何が？まだしらっぱられてやん。ゆうべ連れてきた女、あれは誰だ？見たのか？うん、まだ見ねえが。しゃんだってな。下宿のおばさんから聞いた。誰だ？それがちょっと言えねえんだよ。言えよ。俺に隠すことはねえだろ。黙っててくれ。日本座の麗子なんだよ。え、本当か？そう、たまらにしたのか。そんなんじゃないんだよ。まあいいや、紹介しろよな。うん、そのうちに。ちょっと待って、頼むよ。よう、ここなら絶対にわからんよ。おい、100円だ。カトリンが作ってくれたんだ。いや、これはでも、早速下宿に払えよ。俺が来ても宿の神さん、あんまりいい顔しなかったぞ。コースと宿の払いが70円ぐらいかな。どうです、肉でも貸して一杯やりましょうか。バカ言え。酒どころか楽屋じゃ大騒ぎなんだ。すぐ帰らなきゃなんの。まあ、どうしたの？昨夜あれから敵も味方も一睡もしなかったんだ。敵って味方って？いや、どっちが敵か味方はわからないが、昨夜半田のやつがマリエ先生に散々ご提案あってね。マリエ先生は先生で、これはてっきりトスキナの方でレイコちゃんを隠したと思い込んでさ。まあ、そこでマリエ先生とトスキナのクレコとか、これが大揉めさ。こっちは口番や表方を集めりゃ、向こうは千吉なんて地回りを集めやってね。喧嘩になったんですか？いや、そこまではいかなかった。双方とも八方へ手を尽くしてレイコちゃんを探してるってわけなんだ。悪いわね、私。そんなことはないさ。悪いのは半田だ、トスキナだ、うちのマリエ先生だ。そうかしら。そういうわけですぐ帰るからね。いいかい、当分絶対に返しちゃいけないよ。ポカチョ、君もだ。うん、大丈夫。そうと決まれば落ち着いて仕事をするよ。レイコちゃんの絵を仕上げるよ。よかろう、勉強してくれ。じゃあ当分来ないけど、あとはきっとマークするからね。じゃあ。すみません。ほんのところらまでお送りするわ。おっと、それはいけないんだ。お課長、頼んだぜ。ああ、いいね。知り合いの小川町とかのうちはどこだったっけね。知らねえね、今チンピラのうちなんか。まあ、ひな。ゆんべ小川町と麗子が手に手を取ってうちやがったんだ。小川町と麗子が？こいつは争うもんだ。切れ、ひらお。じゃあ、ゆうが。おりゅうが確かに見たってんだ。なあ、おりゅうちゃん。見たんだな。さっきそう言ったじゃねえか。おりゅうちゃん、そいつは人違いじゃねえのかい。そうね。ラボルなんてみんな同じような格好してやったらな。おいや。高かったわ。そう、確かに高かったわ。そうだろう。分かったか、先行。因縁つけてくれんだよ。俺は生まれつき血が小さいんだろうな。血だろうな。こういうてめえ山下に掘っちゃうんだってな。ここじゃ話はできねえ。ほんまにこっち行って話をつけよう。何だと？俺は舞台があるんだ。それではごめんだ。あばよ。逃げるぞって。あ、来たよな、まず。行かないんだ。扱いが急に行けないんだ。扱いが、うん、俺は医者迎えに行ってくるのお前先に行ってる。行かなくしてられるかい。行くか、行きました。行くぜ。
今まで喋ってたんだ。よかった。そうか。行きよう。どこ行ってるやって。ああ、こんなところでも畳の上だ。いい方だね。で鳴らしたんだった。やましい。みんな死ぬんだ。遅かれ早かれ。出てみたいわね。僕もだよ。君と一緒に歩いたらどんなにいいかな。浅草行ってみたいわ。浅草か。なんだ、そんなに山下に会いたいのかい。山上さんばかりでなしに浅草って土地へ。おい、お嬢。仕事か。おい、困るよ。困ることないさ。なかなか紹介してくれねえから、こっちから押しかけてやんだ。なあ、おい。来ないって言ってたじゃないの。だからいらっしゃいよ。田中さん。エリコさん。来てくださいよ。いらっしゃいよ。小杉玲子さんだ。僕、医学生の西村です。は。僕、貧乏知人の坂上です。は。どうぞよろしく。僕、法科生の安井です。どうぞよろしく。どうだい、こうそうったところで浅草でも繰り出さないか。いいな、うまいもの送って何か見て。勘定は二村が払うと。よし、俺が払う。向こう行こう。なんぽこちよ、いいだろ。とんでもない。それができないんだよ。そうか、しょうがないな。じゃあトランプしないか。トランプ、それはいいな。なあ、スデンジャック。ああ、レフさん知ってますね、やり方。ええ、よし、持ってくる。どうしてオペラじゃないんです。そんなこと聞くやつもあるかい。雇用のための休場だよ。オペラっていや、今日は金曜日のプログラムだね。そうでしたね。今度何と何を出すのかしら。タイの聖兵は決まってましたけど。タイの聖兵、いいなあれや。あれいいや、まったく。値を上げてやどう。なんです、値を上げようって。バカにするのにいい加減にしよう。全奥さんにお黙り。あんたも少々増長してんのね。先生がいなくなってからむやみと立ててるじゃないの。何よその白い目は。さあ、で誤解してくれ。どこやったの。すいませんね。ネタ上がってんのよ。どんなネタが。楽屋じゃみんなそう言ってるよ。どうでもない。
にあんたあの子が好きなんだろ。これでんじゃないのかい。物でも出ないじゃないの。さあ、猫返してくれ。返す？誰が来た？惚れてる女を大事にするのはどこが悪いんだ。だが何言ってるんだよ。何も知らないくせに。ちょっと待ってください、松島さん。あんた大変な見当違いです。英子ちゃんを隠したのは山上じゃありませんよ。じゃあ、あんた知ってんの？知ってますよ。つまり、僕でさ。住所で聞いてごらんなさい。100円ばかり僕が前借りして、それを旅費に関西へ落としてやりまして。心配なら関西へ手配なさいよ。いずれは楽天地か宝塚当たるんですよな。しかし、大事な弟子に客を勤めて、逃げられたとは言えんでしょう。生意気な、おばあちゃんで。うまいこと言ってろ。バッハ、来ろ。これてら、見ろ。大阪までに行くか、この通り。いい出たな。おう、大阪にいっぱいやろう。いつものお店で待ってるで。お、あっという間。これは絶世だ。あ、上上。見えますよ。なんか見られちゃいやんよ。恥ずかしいっすか。さあ、奥さんの番ですよ。いやだわ、奥さんだなんて。さあ、切っちゃえ、切っちゃえ。あ、ちくしょう、切られちゃった。待ちよ、間違わないぞ。あら、山上さん。いらっしゃい。おい、もうみんな、よそうか。うん、よそよそ。じゃあ、しっかりしよう。じゃあな。どうも、お邪魔様。そんなに興奮してんだ。扱いが死んだよ、楽屋で。え、いつ？この前ここへ来て、帰るとすぐだ。そう、お気の毒ね。あの人も不遇だったな。僕も一度会ってきたかったよ。待ってろ、貴様に物言っちゃいねえ。馬上、今や今の奴らレゴちゃんの素性を明かしてしまいな。決まったよ。いた？お前の口からか。うん、そうだよ。僕が言わなくたって一目見りゃ分かるじゃないか。大地、そうびくつことはないじゃないか。なんだと？そうじゃないか。ジタバタすんなってんだ。向こうに間違ったら僕が命を投げ出せばいいんだろ。あっ、殴ったな。バカ野郎、やましい、ナイスだ。なんすんだよ、口悪いこと抜かせない。てめえ一人で片付くことは頭くらいしねえ。よく聞け、カトリはな、百両も作ってあげる。この女は隠したことまで引っかぶって逃げてくれたんだぞ。それをこのざまはなんだ。カトリに住むか。てめえは仲間をみんな裏切りやったんだ。すみません、私が悪かったんです。そうだ、お前も悪い。だからボカチョさんを許してあげてちょうだい。行けねえ。ね、山上さん。さあ行こう、こんなとこで言われるか。さあ行くんだ、行かないでくれ。ね、行かないで、黙ってろ。さあ行こう。僕は君のためには本当に殺されたっていいと思ったんだよ。そんな考え無茶かしら。ねえ言ってよ。今君は帰らないって言ったね。僕と本当に一緒にいてくれんの？だってあの時はあなたがあんまりかわいそうだったんですもん。ねえ玲子さん、結婚してくれない？結婚さえすればトスキナだってマリエさんだってもうどうすることもできないんだよ。結婚なんて困るわ。嫌いなの？
そんなこと考えたことないんですもん。そんなこと言うなら私出ていくわ。じゃあ言わない。言わないから、いつまでもここにいてくれる？そんならいいでしょ。ねえ、玲子さん、お願いするわ。ね。山上さん、ああ雨の中何ぼんやり歩いてるの？ぼんやりしてるように見えるかい？ええ、そういった不覚だった。でも本当にいいとこでお目にかかったわ。歩いてくださらない？ああ、なんか用があるのかい？ええ、私弱っちゃったの。それですぐそこの場の家まで相談に行ってきたんですけど。どうしたんだ？あの、玲子ちゃんと小課長さん一見ね、うん、あれから千吉たちに睨まれて何に来ないしまったのよ。そうか、そんな気の毒なことしちゃったな。おばさんは田舎行ってろって言うんですけど。田舎でもどこでも、そこのある人間はまずいい方だ。山上さん、あんたも一緒に来てくださらない？俺に？私、ゆうべあんたと一緒になってる夢を見たわ。思い詰めてんのね、きっと。だって私なんかあんたのお嫁になれっこないと思うけど。どうせよ、リュウちゃん、君だけに言うんじゃないんだ。俺は当分男と女の間柄のことは考えたくないんだ。怒ったの？困るわ。ごめんよ、俺先行くよ。誰かに誘導してもらったらいいやん。お前には散々尽くしてるよ。
な、山上君。俺もいろいろ考えたのだが、もうこの年を来てやりたくもあるまい。学校時代の資金が、生活の保障はするから、静かに日本の演劇でも活躍する。ああ、そりゃいいことだ。ところが、こいつは反対なんだ。では、別れようと言えば、ミレにも出せない。当たり前じゃありませんか。奥さん、僕も先生のお考えに賛成です。黙ってらっしゃいよ。なんだここは聞いたりよ。あったも役者をやめなさい。そして当たり前な主婦だ。先生の仕事の手伝いをせ。だけの力を。大根でさえあの人気です。出といてよ。おっさん、あんたは一体先生を愛してないんですか。誰か。よくこの騒ぎ聞いてもらうんだ。長い間のご主人ですよ。夫婦の愛情ですよ。何言ってんだよ。山上さん、もういい。いや、僕と奥さんの間の話です。先生に謝りなさい。早く今のうちに。嫌だ、こった。嫌だ。どうしても嫌なんです。山下が口を聞いて通らないことはなかったんだ。それがいけねえって言うなら、この小指はすっぽり詰めさせてもらおう。おい、危なすぎるから、いけねえ。それじゃ親もね、女房もね、俺だけの体なんだ。小指の一本ぐらいなくしたって、誰にも文句言われねえんだ。さあ、いいかねえ、おっさん。山上くん。謝んなさい。私が悪かったわ。こんなに私たちに思ってた。すいません、つい荒っぽいことしてしまって。いや、よかった。すまないな、山上君。こんな失敗をかけてしまった。きっと仕事してみせるよ。私もできるだけのことしました。あなたの車って山本さん、山本さん、この辺に。あ、なんだ、話があるの。そうか、ちょっと失礼。どうしたの。大変よ、お課長様の組織の話に変わったのよ。あいつはなんだ。沖縄に乗り込んで猫ちゃんの氷を取りに行ったんですって。天候の野郎だ。早く行ってやってよ。ねえ、天吉屋さんも呼び寄せられて、これから上がる気がないのよ。どうしたって猫ちゃんの行方が分からないわ。いいよ。嫌だな、おだ。今、ご課長なんか頑張ってられねえんだ。卑怯よ。天吉たちが恐ろしいの。それでも浅草の今引きと言えるの。卑怯者って言ったな。おい、開けてくれ。開けてくれよ。ドタバタしたって開け。お上嫌なある野郎だ。野郎、話の出ろって決めてやるぞ。一匹しろってやるわ。本当やるわ、本当に。こいつと言ったらな、君。おう、これから始めじゃん。邪魔があるといけねえで。おい、行くよ。頼むで。刃物しにしても構わない。やってやるぞ。上表見てろ。お、山下、山下来ましたね。待て待て、何で知らないのか。
二階に来てらっしゃるお客様だ。おめえ二階やだもの、二階やらな。行ってみな。おう、何ほざいちゃんだよ。山上なに、すごいな。さあ、何ちゃんで。乱暴しないでおくれよ。話せばわかるんだから。おう、二階の戸を開けろ。開けろ。開けるよ。危ないとこ行きやするか。でもね、玲子ちゃんの着物はなくなるし、この中にはあの人の子供の自分の懐かしい品物が入ってるっていうし、そう言われてついフラフラっと来てしまったんだよ。そうか。でも出かけるときは心配しといけないと思ったから、スケッチに行くと言ったんだけどね。仲いいな。ねえ兄貴、僕玲子ちゃんと結婚したいんだけどどうだろう。兄貴、レイコちゃんは何て言ってんだ。レイコちゃんは君さえ反対しなきゃいいって言ってんだ。あの人はどういうもんか君に気兼ねしてんだよ。よかろう、結婚しろよ。その代わり君もうんと勉強していい絵描きにならなくちゃダメだぜ。約束できるかい。やると。もこっちだって命がけだもん。小坂へ来いよ。あ、俺ちょっと寄ってくとか先楽屋行っててくれ。そうか、早く帰ってきてくれね。まあいいと思う。どうだったの。無事に済んだよ。死ぬ。ああ、大したことない。でもよかったわ。本当によかったわね。お凛ちゃん。え、どうしたの。誰にも言わないでくれよ。俺この足で大阪行くつもりなんだ。香取が待ってんだ。もう浅草に用はないんだ。大阪行って香取に生きる道を教えてもらうんだ。私も連れてってよ。受注でもいいの。何でもするわ。お洗濯でもお掃除でも。あんたのそばにいられるだけで結構なの、ね、山上さん、私も連れてってよ。江ノ島より来たことないの。そうか、うん、お茶飲む。